主演の瀬戸口花を演じました小川美恵です本日はよろしくお願いいたします大野監督役を演じさせていただきました福崎内太ですよろしくお願いしますえ監督しました小川沙羅ですあの本作は本当に手探りであの2年前の夏にみんなで一緒に作り上げていった作品ですので今日ようやくここでお披露目することができてとても嬉しいですよろしくお願いしますついに国内初上映を迎えることとなりましたが、えー、今の、えー おお気持ちをお聞かせいたあのー、まい、あ、ほんとさかのぼると2019年の春にあの主演の小川美優さんと、まあ、彼女はもともと私の過去作に出演してくれていたんですけど再会してもう一度一緒に映画を作りたいねっていうところから始まって本当に素晴らしいキャストスタッフの方々に集まっていただいてもう一つ一つ手探りでやってきた作品なので。 ようやく今日ここでお披露目を迎えることができたのが本当にまずは嬉しいなという気持ちです。えっと、本日は小川笠原さんの誕生日です。<laughs> すおめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、すみません。本当にありがとうございます。あ、おめでとうございます。アクリル番越しに、すみません。<laughs> ありがとうございます。ます記念すべき。記念。 すすいいまませんありがとうござちょうど2年前の今日自分の誕生日はですねあの阿久根市にあのプロデューサーの小出さんと助監督の石井さんと3人で初めて行ってあのー、オーディションとかに向けてなんか機会をしていた時で。 その時もなんかたまたま私の誕生日で悪年の方々に盛大に祝っていただいてしまったんですけどなんかあれから今2年が経ったのかっていうこの25歳の節目ですごくしみじみじ思いますまさか2年後こうしてまた自分の誕生日に公開をするなんてなんかすごい出しゃばってるようでなんか恥ずかしいんですけれどでも本当にこうしてキャストの方々も揃って一緒に。 お披露目にに立てたのが本当に嬉しいですありがとうございます。こう今みんなが遠くになかなか行けない中で遠くの景色が見れたりとか子どもたちとの触れ合いの様子を見れたりとかなんかそういうんー憩いの時間というか旅に出るような感覚で見れる映画にもなっているのかもしれないなと思ってなのであの映画館に本当に。 花の姿や子どもたちや海の景色を見に来ていただきたいなと思います。